7個っていうことで、続いてはイトーヨーカドー限定デザインオール仮面ライダーデザインクリアファイル仮面ライダー7個カード付きぶっ飛ばソウルメダルっていうね。あ、違った、仮面ライダー7個カードぶっ飛ばソウルメダル付きだった。ちょっと違った。あの、あれですね、前回ご紹介した平成、あれの昭和カードがこれです。あ、かっこいい、昭和の仮面ライダー、すごいかっこいいです。そしてあのぶっ飛ばソウルは多分同じじゃないかな、これそして問題のクリアファイルですよ。まずこうですね。OK。そしてこうですね。ちゃんとほらマナトがいるよ。本当だ。すごいよね。このシン ZOJ っていう。ね。アメミヤさんだよね。うん。これ。そう、アメミヤさんからもね、メッセージいただきましたよ。ライブの。あ、撮影なんだって。その日、ライブの日。ガロ、ガロですか？わかんない。だからあの行かれないけど、頑張って。ご丁寧にメッセージ大丈夫でした。でこうやって並べるじゃん。で並べるとこう一度にね見えるわけですよ。じゃん。ゼロノスがいない。主人公じゃないもん。主人公だよ。いや、ないから、電王だから。主人公だよ。ないから。主人公だよ、あんだけかっこいいんだもん。はい、そしてですね、こっちがメインですよ。こうね。 OK。 次がこうですね。あ、綺麗。 OK。こうなんです。つなげるとちょっと難しいね、つなげるのが。つなげるのが難しいよ。つなげるの難しいんだ。まあこんな感じですよ。大丈夫、うん、こんな感じになります。ディケイドが真ん中にいる。本当だ。ディケイドってどんな主題歌でしたっけ。ん、うん、ディケイドの主題歌ってどんなのでしたっけ。え。何何何、いきなり振ってんの。何なんすか。どんなの歌って、リュウガ様。はい、そういうわけでこんな感じになります。
以上です。